ひぬちゃんの毎日ブックレビュー、イエイ。どうもこんにちは、たひぬちゃんです。この動画ではたひぬちゃんが読んだ本をじゃん、おすすめ度を5つ星段階で評価し、それでは今回ご紹介する動画はこちらです。じゃん、消滅世界村田沙耶香。こちらの消滅世界村田沙耶香さんの作品は、一応前回の動画でご紹介したコンビニ人間よりも前に書かれた作品となっております。じゃらん、本としての雑貨的価値はあるか。今回ご紹介するこちらの本は、まあ文庫本なので、まあペラペラですし、まあ表紙はこんな感じなんだけど、表紙ってカバーだね。まあいわゆる一般的なぐにゃぐにゃペラペラの文庫版なので、まあ、わざわざ、ハードカバー買って読む必要ないかなと思います。なんなら文庫本買うぐらいだったら電子書籍で読んでいいんじゃないかなって思いました。はい、じゃん、あらすじ。それではこちらの消滅世界のあらすじご案内したいと思います。セックスではなく人工授精で子供を産むことが定着した世界。そこでは夫婦間の性行為は近親相姦とタブー視され、両親が愛し合った末に生まれた天音は母親に嫌悪を抱いていた。両親が愛し合った末に生まれた主人公、これまあ両親がセックスをして生まれたっていう意味ね。で、清潔な結婚生活を送り、夫以外の人やキャラクターと恋愛を重ねる天音。このキャラクターっていうのは、例えばそのスヌーピーとかキティちゃんとか、そういうキャラクターね。夫以外の人やキャラクターと恋愛を重ねる天音。だがその正常な日々は夫と移住した実験都市楽園で一変する。日本の未来を予言する傑作長編というものになっております。じゃん、作者やその他作品のご紹介。村田沙耶香さんの出世作といえば、前回もこちらの動画で、こちらの動画じゃないな、前回の動画でご紹介していたコンビニ人間。こちらは芥川賞を取ってとんでもない衝撃作でした。で、今回ご紹介する消滅世界はコンビニ人間の後に発表された作品となっております。で、多分ね、最新作はこちらの地球星人だと思います。こちらはまた次の動画でご紹介したいと思います。はい。それでは、たひぬちゃんのおすすめ度、こちら、消滅世界村田沙耶香は、ドゥルル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 ルここからはネタバレありのガチレビュー行ってみたいと思います。まあ、こちらの消滅世界ではね、旦那さんと奥さん、男の人と女の人が夫婦になります。だけど、子供を作るには人工授精っていうのが当たり前の世界なのね。まあ、解説にもあったんだけど、愛と性と生殖っていうのがバラバラになるので、夫っていうのはあくまでも家族だから、まあ奥さんもね、夫と奥さん同士でセックスをするっていうのは近親相姦であるっていう、そのまあ設定なんだよ。で、それはすごい面白いなとは思ったのね。その男性性とか女性性の記号みたいなものじゃん、そのおてんてんとかおまんまんとかって。で、それを家族同士で重ねるっていうのはタブーだろっていう世界だから、なんだろう、夫に彼女がいて当たり前で、さらに言えば奥さんに彼氏がいて当たり前みたいな世界なのよ。切り離されちゃってるから、そこは全てね。でさ、その性とは何か、セックスとは何か、夫婦とは何か、で、さらに言えば家族とは何か、で、常識とは何か、価値観とは何か、
道徳とは何か、倫理観とは何かっていう感じで、もういろいろ何か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 っていうのをすごい考えさせられる作品で、タヒヌちゃん的にはすごい面白かった。うん、こちらの作品は紹介してないよね、さっき。275ページあって、定価は630円となっております。うん、表紙もペラペラでこんな感じだし、電子書籍で読むのがおすすめかな。うん、でもしよければ、まあ、こっちは大人気だから多分みんなも知ってると思うし、知らない人もまあ聞いたことあるかもしれないけど、タヒヌちゃん的にはね、まあこっちももちろんすごい感銘を受けたし面白かったけど、同じぐらい匹敵するぐらいこちらも面白かった。男性が妊娠をして子供を産むっていうこともできるようになってる時代なんだよ、時代というか世界なんだよ。だからその男性同士の結婚とか女性同士の結婚も許容されてるっていうか、別に何ら不思議はないっていう世界で、でまた N ちゃん自身がまあ LGBTQ の当事者でもあるので、その辺の何だろう、寛容な世界っていうのはまあ読んでいて、まあいわゆる一般的な常識とかそういうものを持ってる方からしたら、ええー、ってなるかもしれないけど、タヒヌちゃん的には、あ、こういう世界いいなーっていうのは思った。だから普通って言われている、まあ、夫婦、まあ、家族を良しとしている方からしたら、こちらの世界はディストピアかもしれないけど、タヒヌちゃんみたいなマイノリティからするとすごいユートピアな作品だなと思ったので、まあ読み手によって、まあ、ユートピアなのかディストピアなのかって感じ方は変わるっていうのはすごく面白いなと思いました。はい、それでは今回の動画はこちらで終わりにしたいと思います。タヒヌちゃんの毎日ブックレビューでは、毎日一冊ずつタヒヌちゃんが読んだ本をご紹介レビューしていく番組となっております、番組動画となっておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてあとね、今回ご紹介したこちらの消滅世界読んでみて面白かったよっていう方がいたら、まあ、意見などコメント欄にいただけたら嬉しいです。はい、それではタヒヌ TV のタヒヌちゃんでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。